やりましょう。続きね、やっていきましょう。ちょっとね、前撮った時からは何日か空きまして、何するかよく覚えてないんですけど、修学旅行ってことだけは頭に入ってます。じゃあやっていきます。とりあえず、この辺ね、健康、結構運動、走りまくれよ、お前。走れ。バカが。あ、やべ、走っちゃいけない、走る。やめて、走らないで。これ以上、健康にならないで。誰？あ、僕やけど。クアリス。今、ちょっとええかな。まあ、いいよ。何があったん？すぐ呼ぶな、君。あんな。あ？今度の日曜やねんけど、君、予定空いてる？ええー、空いてる。振り曲がったんじゃないか。あれ？振り回って終わったっけ？いや、フリマと比べんなって、クリス君との予定を。いや、行こう。よかった。ありがとう。何、どこ行くって言ってた、今。うん。今から羽ばたけ駅。水中って言ってたよね。何、どこ行くの？海水でも浴びに行くんか。ちょっとやそっとじゃ、忘れられへん一日にしよう。な。に。ほんなら、日曜。サンデー。サンデー。もうすぐサンデー。あ、なに？声が枯れたから出ないんじゃない。声が枯れてからが勝負なんだ。なんかもうやばいやついるって。声枯れてから勝負なんだ。どうしたん？お前ボヘミアンしか歌えないような声にしてやろうかってこと？やめて。あれ？この声。まだやれるか。テンチムじゃないか。やります。声枯れてねえじゃねえか。もう。やりますとか、そういう感じになんないと、今のは。と。はい！え、凛々しい。凛々しい顔してるわ。ヘイ、オス！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 あ、早いな。テンチムすごいし、顔全然違うよな。お前ジキルとハイトなんじゃねえの？お前こそジキルとハイトだろ。顔が全然、え、ほんとに？1ペース効果みたいな顔してるけど。え、絶対いるでしょ、その辺の偉人で。お疲れ様でした！なんてすげえ元気な人いたの。あ、あれ？ちょっと違う。あれ、やっぱ違うな。タフル先輩。ひょっとして、練習見てました。あれ、どんどん枯れてる。今、俺のことなんつったよ。あ、タップルか。それタップル、お前が天使名やから俺がアプリになってしまったってね。声枯れちゃってるね。声が枯れるくらいは大したことないです。大したことあるだろ、お前。声枯れてるやぞ、お前。練習する内容によっては、体が動かなくなったりしますから。で、応援ダンプって何？応援部って何なん？何を応援すんの？甲子園か？甲子園出るときによく出てるやん。チアリーディング部と一緒にさ、やってるやん。あれぐらいしかないんじゃないの？他のことでも応援すんのかな？なんか地域のさ、地域のなんだろう、ちょっとした組合員のさ、会議のときでもさ、後ろにおってさ、会議はまとまりますよーね、私たち誠心誠意応援いたしまーすみたいな感じで後ろのところがやってんのかな。そんな怖すぎるだろ。どうしたらいいんや、そんな応援団怖すぎる。ごめんなさい先輩、部室に急いで戻らないと怒られるんで、僕そろそろ。これ天地も何をさ巻いとるの？これ鉢巻き長くね？これあれじゃない、あの地面につくまで長くしておいて常にその浮かしとかないといけないっていう。で、もしこのハチマキが地面についた瞬間、おい、アマチュアーつってぶん殴られるって鬼の特訓してんじゃないの？怖すぎる。ちょっと疲れ飛んだ。不思議。でももう目がやばいって、二面性あるだろ、こいつ。裏と表がある、お前、10円効果かよ。ちょっとよくわかんないわ。失礼します。おー、言っていい。雰囲気が変わった感じしたけど、気のせいじゃないんだろ。だってさっきの、オスの時もさ、なんか、
横顔すごかったって、マジで外国の紙幣の肖像画やったって。デート、うわストレスがやべえよ、ストレスフルだ。これで前行ったよな。したらば、かっきりとかある。ちょっと待って、あ、なんかブローチがいいとか。え、これブローチって帽子？あ、違う、アクセサリーが単純に上に行くだけか。これ、これで行こう。意外と思い出してくるな、やっていくと。クリス君は、あ、いた。あのね、ちょっと鼻声なんですよ。鼻詰まっちゃって、なんか鼻すするじゃないですか、人って。なんか無意識に、もうなんかもう分かんなかったもん。演出としたなんかエンジンみたいな感じで鼻振れる、ブルルルルルって。俺鼻のすすり方忘れちゃった。そんな急がんでええって、転ぶで。どうしたん、何巻いてんの。秋月律子が着るような服巻いてる、腰に。なんかちょっとただでさえね聞きづらい声でがね加速してるけど、まあ許してな。はいはいはい。僕だけのために走る、可愛い君を見れるんも特権やと思うけど、うん、遅れるときは連絡してや。そしたらどないしたんやろうってハラハラも少しだけ減るし。マジ連絡入れるっていうこと知らんだよな、本当に知らんだよな。もう2回目やろこれ言われた。うん、ごめんね、絶対思ってない。いや、でもまた許してくれるしいいやって思ってる。みはる、悪女かお前。うん、え、なんか変。そやな、君らしくないかもしれへんな。いや、マジ、お、服に厳しいぞ、寝癖あるくせに。ふざけんなよ。さて、どないしようか。え、水族館行くの。どないしようか、オルカショーみたいな水族館に入ろうよ。オルカショー水族館にないんか、外に設置されとるんか。入ろうぜ普通に、うん、ゆっくり見て回ろう。お前がなんか水中がどうちゃらって言ってたやん。ショーじゃないでしょ。またヒムロッチいる。この魚笑ってる。嘘つきゃ笑ったわけないやろ。そんだけ、あはは、ほんとだ。クリス君に似てる。これ、ブチギレるよ、クリス君みたいな、その美的感覚すげえ高い人に。おい、こら、おいっつって。誰が魚じゃボケって言われるちゃうよ。あはは、ほんとだにしよう。な？こんなん、他にもおらへんかな？うん、ちょ、後ろ見てみ。右後ろ見てみ。いるから。まあまあかよ。クリス君伝わよかったんかな？今日、どうやった？楽しんでもらえたんかな。またどっか行こうな。おい、水中とやろ、何や、水中うぬんか、何。話したりへん。なあ、時間大丈夫やったらどっか寄って帰らへん。もうクリス君さ、もう刺激したな俺完全に。行くしかねえ。やった、ほんなら行こうか。もうデート俺から誘わんでもよし、こっから自由にできるぜ。ゴミくずかみはる。ねえ、クリス君。ん？あのさ、なんかないかな？何が、趣味なんやろ？株価見るとかじゃないの？アートと名のつくもの、全部試すんが趣味やな。嘘。その中でも、映画一番好き。もう食毛もすんの？なんでも、嘘でしょ。アートとかあるかも。全然出てこねえよ。アートネイチャーしか出てこなかった。家でも描いたりすんの？いや、描かんのかい。たまに描いたりするけど、スケッチ程度やね。へえ。家で何してん？そやな、パソコンに向かってること多いかもしれへん。え、実況者？もしかして。おー、絶対一人おるな、ゲームで実況者。インターネット、その聞きなじみないんかな。インターネットまで、インターつける。うん、ちょっと乱すと困らへんねん な, な、あれ視聴者か。可愛いお姉さんがいるサイトいっぱいあるもんね。そうそう、そんなことはないで。
や、こういう反応ねするのいいよね。そりゃいっぱいあるかもしれへんけど、時間忘れるほど見てるなんてことはあらへんもん。ちょっと笑いながら言うなや。そこまではしとらんって。時間忘れちゃう。めっちゃ見るやん。ありがとうな、いつもな。だじゃあな。だやばいやばい。こっからさ、でも運動しんとさ、いけんだよ。睡眠でもいいんかな。でもこんなさ、でここ頑張ろう。もうニコちゃんやから、ニコちゃんが過ぎるから、ここ頑張って運動して、この来週日曜日何もなければ休みたいな。ちょっと待って、でも全然デートができない。ここ文化祭もあんのか。そっかそっか。運動でも頑張ろう。うわ、先生誕生日。それ買うよ、一応。一応買うけど、ちゃんとした大人になる本。これ、1リッチで売るんかな、先生に。猫の砂パリの。猫の砂、パリの香り付きか。ね、パリの香りって何？どのピザの匂いでもするんか。ちゃんとした大人になる本。喜ばんってこんな。これやろ。猫飼ってんのってことは。猫飼ってんのか。へぇ。ねつぶしさん。どうかしましたか。継承つけてるけど、完全に悪口やからな、それ。ああ、残念。え？今朝、教頭先生から注意されたばっかりです。くれぐれも生徒から誕生プレゼントをもらわないようにって。ビーキになるわ、言わんの。だから、ごめんなさい。どうしたん、いつもネクタイをさ持とうとしてさ。ん、お、ヒカミン、ヒカミン、君か。ちょうどいい、見ていてくれ。今日こそ来た先生に僕の質問に答えてもらう。このイベントを行け、ヒカミン。今回はなんだ、トレンドも抑えてきたか。なあ、秘策があるんだ。あ、見つけた、若王子先生。めっちゃいい声してんな、呼ぶとき。若王子先生っつってる。いや、ひかみくん、先生今日も急いでまして。いやいやいや、それはなんだ、いやいや多いな。いや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 、すごい。しかもひかみくん横スライドしたの、今スワイプされたの。やはりご存知でしたね。そう、今噂の極魔のメロンパン。ひかみやる、トレンド抑えてきてる。そんな、だって購買では明日入会予定って。え、それやばいわ。逆にもちろん生徒会執行部の権限を悪用し、もちろんもちろんなんや。怒ら、それぞれで怒られそうやけどな。ひかみくんずるいじゃないですか。わかっています。だからこれ以上僕に道を踏み誤らせたくなければなぜ悪人が逆にダークサイドに行くぞって言ってたのか。あるいはこの極魔のメロンパンが欲しければ。お、やばいぞ、目が細すぎてフレームとかぶってるぞ、ヒカミ。答えてもらいましょうか、僕の質問に。なんだこれ、授業の質問だろこれ。よろしい。いや、これ何をやってんの、マフィアの会話これ。で、今日の質問なんですけれど、弁前艦のパイデンシウンの軌道について。ああ、弁前艦のパイデンシウンの軌道ね。あれね、わかるわかる。うん、ああ、それならちょうどいいレポートが今月の学会誌に。ちゃんとできるやん。今度から悪用しまくれお前。光とうとう先生超えた。読みが当たったというか、ひさ完全に悪用しなきゃいけない。やべえ、ストレスがマッハや。テルリン、一緒帰ろう。カーバンクル、カーバンクル、お願い。俺急ぐんだよ、知ってるだろ。ちょっと待って、顔変わってんちゃう。ごめん画面指さしちゃった。ごめん、ひかみくんじゃん。ごめん、もっとダメじゃん。あぶね、テンパってる。でも佐伯くんのさ、その顔見た瞬間テンパりが止まんねえわ。動機息切れ、気付けが半端ねえわ。しょうがねえな。行くぞ、急げ。はおいおい、マジか。おい、
テロリン、テロリン制圧。あ、何喋んの。もう準備した？忘れてた。バカかお前。やばい。間に合うかな。間に合わせるんだよ。今からお急ぎで。だから急ごう。じゃあ急ごうぜ。まだゆっくり準備できるって。5日間だぞ。揃えとく品のリストだけでも大変だ。何を買う気や。コーヒー豆か。オーケーさだよ。海外旅行でもないのに。待て待て。何の話だよ。え？全然店の方だよな。え？旅行の準備の話でしょ。ああ、お前な、そんなの1時間あれば余裕だろう。俺がしてるのは店のヘルプの話。ああ、そっち。ああ、お前のそのぼんやり具合がまた俺を屈折させていく。なんだその言い方。屈折させていく。スペクトルか俺は。何を言っとるんやこいつ。俺いつかプリズムになったんや。喋るね今回俺。今回喋ってくれ。動画してるわ俺。あった頑張りんば。お前最近元気だよな。店手伝うか。スパルタか。いやいいんかい。サダイさん疲れてんやぞこっちは。お前ちょこれ寝よ。結構減った。よしよしって言ったね。行楽がバッチグーやから言うんかバッチグーって。今さらダーちゃん出すわ。あー嘘やろ。あー嘘や。バッチグーじゃねえのかよ。なあなあ、どうしたの。ライトちゃんちょっとええかな。お前言うけど、どうしたの。脇腹とお尻押さえて陰湿ないじめ食らってるやん。あんな君今度の日曜日の予定って聞かないなって。お前空いてたらでええねんけど、どっか遊びに行かへん。一生は他の人とデートできない。いいよ。そしたらうえ僕ん家に招待したいねんけど、どない。もうほっぺが魚卵の色みたいになってる。それ行くわお前。よかった、ありがとう。自宅前で待ち合わせに。それ待ち合わせなんかな。家まで来てもらっていいのがよくない。うん、今からめっちゃ楽しみやわ。ほんとかよ。ちょっとやそっとじゃ忘れられへん一日にしような。ちょ後ろの人は何を聞いとるの。あんなベルトとウォレットチェーンしてるわ。しかもでヘッドホンで片隅にいる。やばいやばい。なんだいって何聞いてんだろう。ああいう感じで意外となんかアニソンとか聞いてんでしょ。しかもちょっと電波的な D フラグの歌とか聞いてんでしょ。ほんとに。ほんなら日曜。日曜な。もし待って、こうやって見てなかったけどスカートで大丈夫かそれ。もう、うん、もう見えてるレベルだろこれ。右上の右の子もあれもう、これはやばいわ。高速、もう制服変えた方がいいわ。で、お父さんが来てる。いや、もう昨日の今日かよ。早えってば。ちょ、待って待って。姫子の部屋見なきゃ。皆さんごきげんよう。乙女にとって秋はとっても危険。マスケ、栗ご飯、焼き芋、サンマ、ああ、秋はなんて悩ましい季節なのかしら。でも太ってはダメ。我慢、我慢だよ。なんだお前、行こうか。お前もこれ言ってたな、でも。これ同じなんやな。ここ、タチウオって言ってしまいそうになって、さんまはね。なんか噛みそうになったことを覚えてるわ。オレンジのネックレス、違う。オレンジのワンピースとネックレスね。はいはい。オッケー。オレンジのワンピースだったっけな。とりあえずネックレスがあるはず。おい。なかったわ。オレンジ？そろそろ、トレンチコート。暑いかな？あ、これアンダーさん脱げんの？ああ。9月って暑いんかな？いや、これ暑いよな、いくらでも。これで行こう。ちょっと待って。ボトム変えるか、たまには。ダッサ。39。これスポーティーか。これ行くか。
あ、これでいいや。なんでこれ合うんかな。これでいこう。もうブレスレットしかもオレンジだし完璧やろこれ。待ち合わせ遅れちゃった。お前待ち合わせってさ、毎日やろこれ。それ成功しろ。そんな急がんでええって。転ぶで。この短い区画を走るな、もう見張るわ。すごい服やん。遅れる時は連絡してや。そしたらどないしたんやろうってハラハラも少しだけ減るし。本当かいな。ごめんな、でもこの距離やぞ。それ。なーに。気づいた？これクリス君のプレゼント。さっきね、私ももらったこと気づいてつけてみたの。あ、ごめん、おっしゃった。めっちゃ可愛い。つけてくれてありがとう。最悪やわ。最悪のミスしたわ。ごめん、みんな。買ってやって。つけてきてよかった。いや、一生つけとくわ。いらっしゃいませ。こんにちは。こんにちは。こんにちは。案内係のクリスです。どうぞ、よしなに。ささ、こちらへどうぞ。マジ、顔光りすぎやろ。へへ、ありがとう。何見てるん？なんか面白いもんあった？クリスくん。本棚の奥に。これ、ご家族の集合写真？広くて日当たりのいい部屋だよね。これ、どっちだ？これ、意外と地雷っていうパターンもあるのよ。本当にこれふざけてやる。仲良かった。本棚の奥にこんなんあったよってこうあるやろ。これ言っていい？俺これでも本棚の奥に何があるかまでわからんし、悲しそうな顔したらどうしよう。見つけてほしくなかったって言われたら言ったれ。そこは男の子の秘密の領域やから見たろうか。来た。これ悪くしたんかい。今日は疲れとった？疲れてないわ。付き合わせて悪いことしてもうたな。悪いことじゃないやろ。いややろ、今のはそっからなんかいい感じになるやろ。そんなことないよ。ええね。ほんま、ごめんな。ごめん。ほんなら、家まで送ってくわ。君一人じゃ返せへんし。ごめんな、クリス君。身を往復させちゃって。また、いつものように。ありがとう。どういたしまして。ほんなら、またな。おやすみ。ハイトちゃん。ハイトちゃん。さあ行くぜ、修学旅行だ。H バス、羽ばたきバス。今日の団体行動でいろんな名所行くみたいだから、気にしみ。明日自由行動はどうしようかな。そりゃ。ハイトちゃん。はい。どうしよう、クリス。なあなあ。今日の自由行動どうするん？クリスガンガン来るやん。もうクリスファンしか来ないぜ俺の動画。ほんなら一緒に行かへん？初京都やから。もう京都行くの？エスコートはできへんねんけど。はめちゃくちゃええやん。俺山奥でスキーやったぞ高校の修学旅行。君と一緒に回りたいね。マジ？じゃあ行こうや。やった、めっちゃ嬉しい、ありがとう。ちょやったのさ、純朴な少年感なんなん。めちゃくちゃいいこと、いいやん、それ。善は急げや、行こ行こ。早いわ。もう行くの？明日でしょ。あ、そや。え？相談やねんけどな。一生に一号のお願いがあんねん。飯食うんか。白米か。そうそう、それや。うん。どうしても行ってみたいとこがあって、そこに付き合ってくれへん？もうそれはいいけど、どこ行くん？やった、そしたら出発しようか。では急げって言ってまた出発。行けるんかこれで。すぐに来たか。なんだこれ。やっぱり本物は綺麗やな。写真とは比べ物にならへん。どういう角度これ。いや80年代の PV やんこれ。ディーンとかやってそうやんこれ。初めて見た日本の写真がここやって。本当に海外から来たん？そうなん。これどここれ？竹林がすげえけど全くわかんないわ。京都何があるんだろう。
ずっと見たいと思ってたから見れて感動やわ。ありがとう、付き合ってくれて。初京都、え、関西弁でしょ。あ、そっか、でも結構広いか、近畿って。意外と和歌山とかやったりし。あるで。あんの？知ってんの？大変な使命を与えられたお姫様が精進決裁した神社があんねん。そこは構わん、なんか言い間違えないんや。精進決裁って何？潔く、何どういう意味だろう、潔く裁、裁が分からん。簡単に言うたら、神様にお仕えするために自分の心と体を清めることやな。なるほどね、洗礼みたいなことやんのね。洗礼なんかな。期間は3年。3年もやんの？これ石の上に持ってるんですか。その後はただ神様のためだけに生きていくんやって。へえ。3年間好きなことやらしてもろて、仕事するんも嫌やない僕が言うんもなんやけど、人事とは思われへんかった。せやから余計に来てみたかったんやろうな。はあ、3年間もやってんの、もうすでに。あかん。何、しんみりした？あんまり綺麗やから写真撮るの忘れるとこやった。お前のは綺麗だわ。ずるいぞ、そんなさ髪型し、なんなんこれ、ずるいわ。人が来たら撮ってもらって一緒に写ろう。あ、いいの？記念になんで。めっちゃ大事な思い出に。おい、どっか行くんか、クリス。行かせねえからな、逃さねえぞ。パスポート取ってついてってやるからな、お前。楽しかったな。こちらこそ、付き合うてくれてありがとう。なあ、うん、明後日はもう予定入れてる？あ、また別なんや。自由行動じゃないのか、今のは。ほんまに？うん。そしたら僕と一緒に回ってくれへん？いや、いいけど。もしよかったらでええねんけど。いや、よかったらに決まってるやん。どうした、疲れた？寝ようか一緒。あ、ごめんな、オッケーもらえたのが嬉しゅうてつい。よかったな。ほんならまた明後日ここでよろしゅうな。うん、よろしく。元気ないように見えたけど気のせいかな。ないだろ、もう目尻グーン下がってたよ。もう4日目、早いな。戻る頃にはぐったりしてそう。この騒ぎなんだろう、男子の大部屋からみたいだけど。これ来たー、来ただろ、いつもの定番イベント。うん、なんて騒ぎでしょう。小野田さん、どうしたの。あなたも聞こえてるでしょ、男子部屋のあの騒ぎですよ。他の宿泊客に迷惑です。いやー、かわいい。小野田さんしか女の子がいないってのはちょっとあれやけど、小野田さんがいればいいってのもある。楽しそうやな。そうです、楽しそうです。ではなくて、学校全体の品位が疑われます。楽しそう、そうは思ってるんや。一緒に行きませんか、様子を見に。え、というかその注意しに行かなければ。あ、もう楽しみに行こうとしている、小野田さんが。行かなければ。それでは参りましょう。ウキウキやんけ。